どうも、テラムスです。今日は世界一弱い武器を使っていこうと思います。こちらのファブロ。本当に弱いんですよ。僕が使うと。ファブロがスプラトゥーン全武器の中で一番苦手な武器で、なぜかというと、この武器って連打して攻撃するんですけど、僕連打ができなくて、こんな感じで今もね、頑張ってボタンを押してるんですけど、これね、めちゃくちゃ遅い。本当は、これの2倍ぐらいの速度で攻撃できるんですけど、僕が使うと 50% カット。まあ、しかし、今日の動画、ファブロ使えないよっていう、ネタ動画じゃなくて、ガチでファブロで勝ちに行く動画になってます。こちらのギアを見てほしいんですけど、サブ効率ガン積みにより、2連続でボムが投げれる。そして、ルールをガチあさり。ファブロって近距離で敵とベチベチ打ち合うのも強いんですけど、今日はね、うわ、なんかぶつかった、オッケーオッケー。とにかくこのすばしっこい動きでアサリを集めまくってチームに貢献しようかなみたいな。これだったら連打できなくてもファブロ相当活躍できると思うんですよ。よし、この2連続ボムからのメガホンレーザー、オッケーオッケー。これ強い。うわ、いけそうでいけない。デコイが。いやー、今、連打早かったら、倒せた説あるな。よし、アサリも7個ある。アサリこっちめっちゃ集めてるけど、敵の守りが、硬いんだよな。危ない、パブロマジで早い。一部だ、ゴキブリって言われてるんで、逃げるのは、任せてほしい。よし、強いパブロ。待って、ティラミスパブロ強くないか？ボムに紛れて、ナイス取るね。ナイス、みんな強い。探し行ってくる。アサリは俺に任せて。すー、楽しい。まあ間に合わなかった。今欲張りすぎたが、3個で行ってもよかったかも。まあ入れれなくても何度でも作るだけやから。少なくなったら足していくだけやから。よし、足していく。ボム、メガホンボムボム。これマジで最強じゃね。だいたいこのコンボやったらキル取れる。これマニアはない。てか味方全然アサリ集めないな、みんな。まあでも全然キル取ってくれたらオッケーだよね。前で時間稼いでくれたら安全にアサリ集めれるから。キルって実質、ルール完了みたいなとこあるからな。働きアリってマジこんな感じなんだろうね。マジで俺働きアリって感じだよね。みんなさ、巣見たことある？ちゃんと。俺見たことないけどさ、マジでアリの巣って今の俺みたいな感じじゃない？本当に働きアリ。縁の下の力持ち。イカちゃんかわいい。パブロで走ってる時のイカちゃんかわいい。必殺技、あゆみちゃん取りたい。よし、これマジ強いな。2連続ボムネタというか、連打あんまりしたくないからこの2連続ギアにしてるんだけど、普通に強そう。メガホンレーザーとスプボムの相性がかなりいい。ローリングかまして、味方アサリくれないかな。パブロでデカアサリ持つ動き絶対強いよね。持ってるだけで相手はパブロを突っ込んでくるの警戒しないといけないから、アサリとパブロマジで相性いいと思う。あ、投げてくれた。なんでそんな前なの。ド S か、ド S。 よし、頑張って取った。残り40秒か。ナイスキル。味方キル取ってくれてるから、なんならノックアウトいけそう。集める集める。スイ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 。スイ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 。スイ。ドゥフ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 。マヒマヒのガチアサリ。てかさっきの試合11キル2列だったんだけど、パブロ使いになろうかな。パブロ、マジでもっと下手な動画になるかなみたいに思ってたんですけど、
そんな悪くなくない？連打は遅いのを見てわかると思うんだけど、なんだかんだボムとかで、なんとかなってる。パブロっていう武器が、元が強すぎる。連打ができなくても。いやー、ごめん。今の届くか。てか、マヒマヒやばいな。行くとこ、ない感がすごい。中央さ、隠れるものがなさすぎてパブロで駆け抜けられないんだけど。ま、悲哀でどうにかしよう。リッターはメガホンでなんとかする。いや、マジで前行けねえな。ナイス、そのキルでかっ。集める。これバレてる。あぶな、相手もちゃんと、うまっ、それ気づいてるの。マジで、インクが、インク、ちょっとインクが。よし、メガホンあるから、この、最強の。いや、これはマジで強い。これうまく使えればいける。おえー、リッターこのステージガチで強いな。相手にいると、めっちゃ動きにくい。入れる入れる。ナイストルネード。入れろ入れろ。メガホン貯めたいな。ワンチャンヒールできないかな。ナイスデカ。ナイス強い。かわいきたい。ナイス強すぎる。味方のスパッタリーが大暴れ。入れろ入れろ。これ今から集めて入れ行っても間に合わないから、潜伏するわ。これ絶対アサリ取りに来る。あ、いい、マジか、今の。俺の連打じゃね、今の。え、でも結構マジで力入れて振ったけどね。今連打遅かったかな。最速だったらやれた説ある。うわ、今のは悔やまれる。やれたかったな。ナイスキル。いや、でも連打できなくても普段パブロ全く使わないからめっちゃ楽しいと使ってて。スプラトゥーン4ぐらいの感覚。今スプラ4やってる。あ、今連打早くない？なんかたまに指がいい感じになって連打できる時があるかも。パブロの連打って力入れた方がいいのか抜いた方がいいのかあんまりよくわかってない。でも力入れよりも、いや、おっせえな。今なんか力抜きすぎた。難しい。思いっきりやればいいのか抜いた方がいいのか。これさ、アサリを前に投げてさらにアサリを集めるっていう、どう？アサリの化身的な立ち回り。ナイス。この試合みんな強かった。マヒマヒのガチアサリ。相手に立体いないでほしい。立体いなかったらチョコマか敵陣いけるんだけどな。立体いると。立体多いな。てかなんならパブロもいるし。やだな、パブロ対決。パブロ対決って連打が早い方が勝つみたいな、そういう感じでしょ？ちょっと頑張らないと。ちょっと腕が疲れつつあるんだよな、パブロ結構使ってるから。連打、遅くないか、ちょっと。頑張れ、力抜け、逆に。力を入れるな。ゼロこそが100みたいなとこあるよね、パブロは。力抜いた方がいい、絶対。いや、あ、うぅ、そんなタイミングいいことある。ちょうど逃げてったんだけど、敵。マジか。今、絶対狙ってないけど、俺、ちょっと連打遅かったな、今。撃たせずに倒したから、それミスだな。今のはさすがに気づいてなかったと思う、相手。やばい、連打対決あんましたくない、できれば。登れなーい！にゅー、登れない、全然。リッターマジ注意。いや、前出れないなー。スキル取って。ナイスキル。
これ攻めたいな。リッターマジ怖え。ナイスマリア。いや、そのトルネード強っ。洗濯機とリッターの守りが、マジで硬いな。いけそうでいけない。ボムで、なんかチャージャーやれてくれ。ナイスホップソナー。メガホンホップソナーで、これいけそう。いや、ナイス。味方やられてるけど、ナイス、それは。おい、さっきはよくもやってくれたな、よし。へぇー。ナイスリード。これ、味方の着地守りたい、ボムで。ナイス、強っ。オッケー。退却、アサリだけ、アサリだけ、拾うだけ拾って逃げろ。いや、俺、泥棒みたいな、泥棒じゃないからね、ほんとに。危な。これメガホンあるから1回は守れる。敵が4人でブワーって来ても1回は守れる。これ右に打ってるから相手来れないでしょ。ナイスナイス。ナイス、強すぎ。逃がすな。いやマジか、相手やられる寸前に味方にパスするっていう高度なプレーすぎる。絆を感じました、相手の。ナイスホップソナー。うわ、相当トルネード強。まあでも無理に攻めなくていい。こっちカウントかなりリードしてるから。まあそれ結構削れてる。これアサリ取りに一人は来ると思うんだよな。よし、マジで強い。アサリのとこに潜伏します。オッケー、ナイス。こちらボムとメガホンエグいんだけど。しかも俺なんかアサリ上手くなってる。アサリを持ちすぎて。うわ、ごめん、なんかやられちゃった。バリア強いね、アサリの。味方いいとこにグレートバリア置いてくれてる。カウントさん、ナイス。やばい、パブロだからとりあえず、アサリ持っちゃったけど、位置バレたら潜伏キルできないから、一旦味方に渡しちゃう。つっつっつっ。止めろ、ここは止めれる。いや、大丈夫。カウントね、意外とあるから。危ねえ、結構、怖かった。俺がアサリ持ってたのは良くなかったな。ナイス。連打遅すぎだろ。お、ナイス。この試合、若葉のグレードバリアマジで輝いてた。ガチアグラやっていこうと思います。今の俺なら、働きありしなくても、勝てると思うんだよね。キル、ガンガン狙っていくわ。てか、パブロ、俺のパブロ弱いと思ったけど、パブロが強すぎて、俺のパブロですらも、強いっていう現象が起きてる。連打できなくてもマジでさ、スプラッシュボムと、メガホン、マジでキル取れる。てか、キル取んなくても、ブーンって走り回ってるだけでも注目が集まるから、それだけでも強いんだよな。パブロね、なかなかいい武器。うわ、マジか。フィッシュ強っ。プラトゥーン2の時もパブロ、かなり強い武器だったからな。使ってる人は数人しかいないんだけど、上手い人、ガチで強いみたいな。大会優勝とかも、何回もあったからな、スプラトゥーン2の時。ただ使用率は高くないっていう。マジでヘルビンみたいな感じ。使ってる人、ガチでいないけど、ちゃんと使えたら強いという。パブロはそんな武器。いや、連打もむずいけど、単純に立ち回りもちょっと難しいわ、パブロ。射程が短いから、敵との距離を詰めるのが難しい。いい！あー、ごめん。待って、アサリなくなった途端にボコボコなんだけど、俺働きありでいるしかないのかな？みんな、俺、狩りに出かけたいんだけど。働きありは、引退する俺は。俺はもう敵陣を荒らしまくる。働きありはやめる。
てかさ、働かないアリっているのかな？働きアリの逆ってさ、まあ、その話を深掘りするのはやめようか。うん。危ねえ、マジで。これよ。これがパブロの立ち回り。アサリは集めない。俺は敵陣を荒らしまくる。いや、振り早かったら、絶対もっとキル取れるのにな。なんか出た！漏れた、スプラッシュボーン。俺、中指でさ、射撃ボタン押してるから、中指連打しすぎると人差し指でサブのボタン押しちゃうんだよな。よし、このまま、一生敵陣を荒らしたい。ナイス、アウチ。チャージャー怖え。ただ、もうすぐメガホンが溜まるから、チャージャーに、メガホン使いたい。よし、これチャーに入れて、チャーを機能停止にすると。ナイス、強ホップソナー。ボムしか投げてない。これ絶対さ、エナジードリンクで来るっしょ。よしよし、2連続で投げるんじゃなくて、ちょっとずっと置いといたわ。エナスタで相手誰か突っ込むかなと思って。ボムを投げてからの。ナーイス。これ意味ねえよな、回っても。そうだよな。今、なんとなく回ったけどさ、これ早くなるとかないもんな、なんも。よしよし、羽ばたいた、俺は。働きあり、引退します。という感じで、今日パブロ使ってったわけなんですけど、いや、強かった。レンダー、マジで、頑張ったわ。左利きだから、多分あんまりできないんだけど、楽しかったけどな。たまに連打早い時多分あったし。連打お疲れと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。